皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋大子です。今日のテーマは、集客の効率を上げたいなら、この2つのポイントは外せないということについてお伝えしていきたいと思います。えー、私は日々、えー、集客とか、まあ、あと経営系の相談に、あのー、乗って皆さんにアドバイスをしているんですけれども、あのー、集客のそもそも 一番最初の時点でですね、うん、こ,ここをやっぱり間違えるとその後苦労するよね下手するとですねいくら頑張っても成果が全く出ないということもあり得てしまうのでこれ、やっぱりちょっと伝えておきたいなというふうに、ね、思ったんですよ。で、そ,そのまあ2つのポイントのうちのまず一つは初期の段階です。 あと、もう一つは、初期以降の段階で、どういう感じになっていくのか、っていうことを、まあ、あの、お伝えしたいなと思って、今日のテーマを決めましたので、そんな感じで見ていただければと思います。はい。それではですね、本題に入りたいんですけれども、まず、集客の効率を上げたいなら、この二つのポイントを外せないっていう、あの、そちらの結論を先にお伝えするんですが、まず、一つ目が、 ポジショニングで2つ目が継続です。はい、それぞれちょっとね。解説をしていきたいと思います。えっとまずですね。まあ、ポジショニングっていうことなんですけど、まあ、どどういうことなのかっていうお話なんですが。 えっと皆さんそれぞれいろんな授業をやっていると思うんですよ。で特にまあこの動画を見ている方は私が教室集客コンサルタント、教室系コンサルタントというふうに名乗っているので、まあ、教室の方が多いと思うんです。で教室っていうのもまあ結構範囲と幅が広くてですね、まあ、職の領域も当然ありますし あとは運動系ですね、フィジカル系を教えたり面倒を見る方もいらっしゃるでしょうし、あと雑貨系、アーティスト系ですね、そういう方が大まかにはいらっしゃると思うんですけれども、その方たちそれぞれ業界あるじゃないですか。で私はあのパン教室をやっていて、その後まあコンサルやったんで、パン教室の事例がわかりやすいので、まあ、パン教室の事例でお話しするんですけれども、あの最初にですね、どこで 自分が勝負するかっていうのを決めないといけないんですよね。それが、こう、ポジショニングマップって呼ばれる、こう、どこ、どこのね、立ち位置で、例えば、うん金額が安い、高いとか、あとは、うん、そうだな、えー、っと、いろいろなものをやっている、特化しているとか、専門特化とか、まあ、いろんな軸を作ることができるんですけれども、業界何、ないしは自分とライバルになるであろう教室が、 えー、どういう区分の教室が多いのかっていうのを見た上で人がいなさそう要は教室が少なさそうなんだけれども、えー、来る人はまあまあいるだろうというそこを、ね、さ探るのを結構調査しないといけないんですよいろんな教室のウェブサイトを見たりとかですね。 あの研究をして最低50から100はホームページ見てほしいんですよねあ。自分と同じようなキーワードで教室やってるところ。例えば私の場合だと天然工房パン教室横浜っていう最重要キーワードで自分の立ち位置が見えるようにっていうのでまずやりますのでその天然工房、うん、パン教室っていうところでの上から上位50から100 これはね、全部見ます。で、その教室が主に誰を呼んでいるのか、呼んでいるのかっていう、書いてないとこ多いですよ。あの、マーケティング知らないと誰に響くようにその教室を作ってるかっていうのが明確になってない方結構いらっしゃるので、まあそういう意味でのマーケティング、 のことを知らない方が多いので、大体そういうホームページになってます。なので、きっとこの辺りの人が反応するかなっていう,こう人物像とかね、見ていきますよね。で、あと持ってるメニューとか、どんなメニュー持ってるのか。 で、えっ、ー、と、いくらぐらいからいくらぐらいとか持ってるのか、高額講座、えーと、ディプロマを発行するようなこう当時はね、ほとんどなかったんですよ、ディプロマ発行するような講座なんて。だから、単純に単価だけか、コースがあるかないかとか、そんなレベルで、こう、比べていって、で、どこが一番多くてって、こう、分布図書いていくんですよね。で、まあ、大体こんな感じなんだなっていうことが分かります。 で、私じゃあどういう教室を作ったかっていうと、まず単価は高く作りたいっていうのを最初から決めていたので、その単価高めです。その段階で結構教室減るんですよ。当時の教室が大体2000円から5000円が普通だったんです。それが初心者の先生であろうと、ベテランの先生であろうと、割とそこが普通だったんですよ。で、えー、っと、 金額的に私が欲しかったのが7000円から9000円ぐらい1万円以下ぐらいなんですけどでそれぐらいでやりたいなってまず金額を決めていきますよね。でそうするとその金額を払える人って多分決まってくるんですよ。あのい,わいわゆる、えー、と子育て世代っていうのはもう子供にお金がかかってしょうがないから、えー、自分の趣味とかってあんまり贅沢言えないけれどもやりたいよっていう人がいると。 そのぐらいの価格になりがちなんですよ私は最初から50代の女性がいいなと思っていて経済的にも精神的にも裕福な領域ですねであとあの想定が結構、うん、旦那さんとかも、ね、含めて年収が大体1000万から1500万ぐらいの家庭でご自身が海外旅行とかも年に2回ぐらい行けてとか 月にね 2, 2回ぐらいは友人とちょっとセレブなランチしてとか割とこう高所得さ層の人間像をあの想定していてあそ,うそういう人が一定数いるのは知ってましたのでね私もいろんな教室とか通ってましたから雑貨の教室お花の教室。 そういう人たちに響けばいいなと思ってたんで珍しいもの変わったものの方がいいでしょうって思ってましたでその段においては、えー、と天然酵母っていうのがまだ流行り始めたぐらいです今だと自家製酵母とか、まあ、そんな感じのものとかも結構出てきているんですけれども当時天然酵母が うーん星の公募とか、あとは白神小玉公募とかいう感じで皆さん習うかなって言って専門教室があった感じなんですよね。でそれを7つの公募っていうものを同時に他の公募も合わせて習えるところがほぼなかったっていうか、私が知ってる限りではなかったです。3つぐらい教えてる先生いるんですけど、7個教えてる先生いなかったんですよね。で、かつ私の場合には、 あのバンニーダーというコネキを販売する会社の人間で営業部長をやってましたからめちゃくちゃ詳しいんですよニーダーのこと開発からやってるから機械のこととかモーター数の回転数とかそんなことまで知ってましたからね実験もたくさんやってるのでその回転数と羽の形が生地作りにどう影響するのかっていう商品を売るために知ってる知識っていうのが当然あって他社の比較もできるんですよ会社で実験やってましたから他社比較っていうのは 他社を貶としめるとかそういう意味ではなくどういう記事を作りたいんならその会社のニーダーがいいかとかあとミキサーがいいかとかそれぞれ違うんですよ、皆さんがでそれも説明ができるで公募の会社とかも回っていたので公募の特徴とかをその公募の会社の部長とかあの、えー、と営業部長とかと話をしていたのでそういうのが分かるっていう私だけのメリットがあったんですよ、当時。 教室をやる前にですね会社員時代の経歴があるからそれはやっぱりフル活用しましょうっていうことをすると手ごねではなく手ごねがね当時7割くらいだったかな3割ぐらいがあの機械ごねっていうところでもう機械ごねオンリー、えー、7つの天然工房を一度で習えるあとコースだけたまに単発レッスンやるっていうそういうレッスンをね組んだんですよ。 でも、これはあの事前のリサーチでないし求められてるって分かってたんですだから、そのいう習いたい中,中上級以上の人これから中上級になっていきたい方のために教室を組みましたでそれは想定が遠方からでも交通費を使ってでも来ていただけるという前提ですなぜならばあの日本にそこしかないということであれば来たいと思う方は、えー、富裕層 割とお金がある方っていう風に設定していれば飛行機とか新幹線使って来れるんですよ。で実際に来ていただいてました。なので私は全国区で自分の教室を探してもらえるように SEO 対策っていうサーチエンジン、オプティマイゼーション、検索対策最適化っていうそれをやりながらキーワードを入れながらホームページ作ったりブログを書いてたんです。なので先に戦略があって ツールをどう使うかっていうのを12年前にやって教室をオープンさせてるんですよ。だから、えっと、その先に戦略ありきです。教室がどこのポジションなら勝てるかを全部リサーチした上で教室を作って、どういう人を呼びたいかを決めて、それに合わせてホームページ作って、えー、ツールを動かしてるんです。だから、あの、よく最近皆さんが、あの、やってるのが、 ツールの使い方だけ覚えてる方いるんですけどいや悪くないんですよあのツールの使い方インスタグラムをこうやって使うと人がいっぱい来るよとかあフェイスブックはこうやって使うと見てもらえるよ友達登録が増えるよっていうのは知っててもいいんですけど根幹の設計が分かった上の枝葉を充実させるっていう意味で根幹がずれているとそこ頑張ってもまず無理なんですよ。 でそのポジショニングを作った段階であとコンセプトですよねその教室っていうのがどういう教室で私の場合さっき言ったような流れから作っていってさらに、えー、当時は技術を教えることの方に、えー、皆さんのこう PR ポイントがいってた時にプレゼントをしたくなるような贈答用のパンを作りましょうっていうコンセプトに振り切ったんですよ私の方がね。 それによって、まあそういった富裕層の方とか、あとは教室の先生ですね、教室の先生来てもいいっていうことにしていったので、私は。他の工房1個しかやっていないっていう教室の先生とかが、えー、他の工房とかを習いたいんだけど、先生っていう立場だと、習いに行けない教室結構多かったんですよ、当時。 で私の場合にはどのみちコンサルになる予定だったしそれを知ったところであのどのみち教室なくなる予定だったので、うん、いいですよってことにしてたので先生とかが来てたんで結果、うん、先生が多かったですね私の教室オープンしてからすぐにです割と半分から7割ぐらいが先生が多かったです。はい、で先生で、でじじゃゃライバルななんですかってううと、そうじゃなくて でやっぱり来る方は勉強熱心な方で生徒さんのためにということもあって知識特にニーラーの知識とかね公募の知識とか、ま、あのその他の、ね、知識も含めて、まあ、一緒にこう相談しながら仲良くやっていきましょうという関係性が作れていたのは非常に良かったかなというふうには思っています。なのであの教室作りとか まあその集客の効率っていう意味からしても最初にですねどこで戦っていくかっていうのをしっかり決めてここだっていうポイントを狙ってそこに合わせて全部コンセプト設計とかしていくのでとにかくね調査が,調調査が大事っていうのと自分がいくらで勝負したいかっていうのを先に決めないと。 あの、ダメなんですよ。だから、自分はこれが教えられるし、周りの教室がこれぐらいの金額だから、これぐらいでいいかなっていう決め方すると、周りライバルだらけでもう探してももらえないっていう状態になってしまうこととかも多いので、法律上げたかったら、最初に調査が外せないです。で、これまたもう一つ残念なのが、人がいなさす,すぎるところを選びすぎても集客できないんですよ。 あの、あまりにもマニアすぎてニッチすぎて、これ本当に誰か習うんですかっていうとこまで、あの、キワキワにきわ極めてしまうと人来ないんですよ。だからここのね、さじ加減は、あの、企業初期の方結構難しいと思います。慣れてないし。な,なので、今は多分、そのコンサルタント相談したりとかっていうのが割と主流になってるんでしょうね。あの、 企業当初ね、お金がないからお金払えないっていう方いらっしゃるんですけど、あの、逆なんですよ。早く成果をうまく出したかったら、お金払わない自分の頭でやるより、お金払ってプロの意見聞いて、ちゃんと実践しちゃう方がはるかに早いんですよね。私は、なんでじゃあそういう組み立てができたかって言ったら、会社員だった時に、 独立のののたためのコンサルの先生についいていてて、ウェブ集客を学んででかからら。す。1年以上前からだからそれだけの準備して投資してるんですよでそのタイミングがちゃんとずれていなければ辞める時にはサイトができていてもう集客もできていてあと講座を発表すれば埋まるだけっていう状態にしていたので開業初期からほぼ満席からスタートできてるんですよ。 だから皆さんのケース聞いてると大概全部なんかやめちゃってから作り始めるのであの1年間ぐらい苦労します。うん。だって私1年間ぐらい準備に時間かかってるから。なのであのお金があって余裕があるうちにそういう教室作りとかあとは誰かについて学ぶとかそういうのをしといた方がいいんですよ。 なので、ここがまずね、ポイントの一つ、ポジショニング間違えないということですね。人がいっぱいすぎるところでやっても、入り食いの中で価格競争と特徴競争になるし、いなさすぎるところでやっても全く来ないから、そのいい頃合いのところでいい場所を探さなきゃいけないんで、ここ一番大変なんですよ。はい。ここ一番大変です。先に言っときますよ。 だからこれを外した状態でインスタグラムいくら頑張っても集客できないんですよ外しちゃってるからです、はい、それが外れてるかどうかすら分からないでただひたすら投稿して頑張ってる人いるんですけどあの探されないし見つけられないし、えー、人来ないっていう三重苦を味わうことになるのでここは結構大事ですでこれがポイント1ですねポジショニングで2つ目 えー、計測です。これは、あのー、結構、如実で面白いですよ。例えば、私、メルマガを、うんと、多分ね、ちゃんと数えてないんだけど、今、ステップメールと呼ばれるメルマガ、動画付きのメルマガが、85、60通あるんですよ。で、これ解除しなければ、8年以上届くんです。皆さんのところに、ステップメール。 で、私、最初から長いステップメールにするつもりだったので、1年以上届く。なるべく季節の時事ネタ入れてないようにしてるんですよ。季節の時事ネタを入れてしまうと、あの、届いた時に夏の話題なのに冬に届いちゃう人とかも出てくるんですよ。ステップメールって登録したところから、一番から順番にこう、届いていくメールなので。だからなるべく時事ネタをなくしてるんです。時事ネタをなくしてるということは、 普遍的に使えるノウハウ、普遍的に使えるマインドセットを中心にお話ししています。今の話もそうです。普遍的に使える内容、原理原則を伝えている。それがびっしり800ずつ以上届くのが私のメルマガなんですけれども。で、これを結局やっていると、 えーと私も同業他社の研究ということであの何人かの、ね、方のベルマガーとかも撮ってましたよ当時えー、とね多分20人ぐらい撮りましたで1年後に多分2人ぐらいになってますで3年後にほぼいなかったですね だから私と同じような業種、業態の人のメルマガが私のところに届き続けたのは3年以上一緒に届き続けた人がいないんですよ。同じ業態じゃない方はねずっと取っててずっと届いてる人いますよ、あのそれこそウェブマーケティングの人とかたまに発行してたまに届くって、まあ、それなりに有益な情報を書いてくださっているので開封してみたりとかしてるんですけれども。 教室系の方でメルマガが3年以上届き続けた方って私の手元ほぼいないんですよ。あの、その後知り合った方とかで10年ぐらいやってるっていう方は、あの、確かにその方のは届いてるんだろうなっていう内容で届いてるんで、その方はね、いらっしゃるんですけど、当時ですね、12年ぐらい前の時に一緒に あの登録をしていた方で私と同じような時期に始めた方がどれぐらい続いているかなって見た時に3年続く人はいなかったっていうことです。っていうことはどういうことなのかっていうとあの頻度たた高くあなたがですよ頻度が高く続けていればおそらく同時に比較されるであろう同業他社と呼ばれるライバルと呼ばれる人たちは 勝手に消えていく可能性がとても高いんですよ。だから、要はあなたがその一人にならなければいいっていうだけの話で、私のクライアントさんも、えー、っとうまくいっている人は、ある得意なことを最低でも1年、ほぼ毎日続けるっていうのができた人ばかりです。はい。あのそれがじゃあ誰なんだと言われれば、私のところの認定コンサルタントと、 呼ばれる人は私がもともと長期戦略を組んでいて自動集客を推奨しているのでその基本の型を作るためには1年間ぐらい欠かさず欠かさず発信し続けるっていう基盤が必要なんですよ。すごいがてん系で地味な話なんですけどね。これ多分、あの継続は続けられなかった方例えばノリでちょっとインスタグラム頑張って2ヶ月ぐらいで疲れちゃったからやめましたとか。 あの、ノリでブログやってみて、毎日書くの大変で、忙しい時にちょっと中断しちゃったとかっていう人が、これを続けることがどれほど大変なことかっていうのは多分わかると思います。しかも教室業普通にやりながらです。私、これ3年はやってます、ブログ。YouTube は、あの、出だしの頃めちゃくちゃやって、で、ある程度落ち着いたところから、 週に2回とかに減らしていってますけど、最初はね、めちゃくちゃやってます。1年で1000本とかね、取りましたし、やった時は。だから、その、1年間はっていうね、何か一つ指標とかはあって、継続って力なりって言うんですけど、もう継続最強です。 なぜならば自分が続けているだけで誰かと争うこともなく勝手に他の人が辞めていって一人で目立つようになるから普通に目立って集客ができるようになるってでこの継続をしている人に後から参入した人が追いつくのって基本今のマーケティングシステムだと無理とは言わないんですけどかなり難しいんですよかなりですだから今からやる方はよく心して聞いてほしいんですけどあのー、辞めちゃう方が 95%です。私の感覚で言うと。いや、97%かな。続けられないんですよ。皆さん。ということは、続けるだけでもう、ほぼ他の人をなぎ倒して一人目立ちするくらいのインパクトがあります。しかも3年です。1年だったら、まあ、もうちょっとライバル残ってるかなって感じですけど、3年きっちり続けられる人って、ほぼ皆無ですね。私が見てる限りでは。 だから、あのー、まず探してもらえるっていうことを考えるんだったらさっき言ったポジショニングが大事で,で継続をやるこの2つ外さないだけで私と同じような状態になれます、はい、ほぼ自動集客っていう形なのでそのポイントを外してしまうとやっぱりねうまくいかないんですよだから、あのー、今すごく頑張ってて と自分は思っていていいですよごめんなさいね <laughs> 自分は頑張ってるんですよ、作業自体は。でも、その頑張ってる場所を間違えると、どんなに頑張ってもうまくいかないんです。あのー、私、えっ、ー、と LINE の方からですね。 無,無料相談、最初の方だけはね、受け付けたりとかしてます。まあ、今も受け付けてるんで気になる方はもうやってもらっても構わないんですが、ご相談に乗ると、まあ、いろんな要因とかあるんですけど、あの、大抵ですね、戦う場所を間違ってるケースとかが多かったりとか、まあ、あとは露出度が足りない方がほとんどですね。はい。あの、入れ食いすぎる、いっぱいすぎるとこで戦うって決めたら、 圧倒的な露出量が必要になるんですよ。目立つためには。です。だから、先にそんなに入れ食いで、もう人いっぱいうじゃうじゃいるとこじゃない場所を探しておく。これはスキルの問題だけじゃないんです。誰を相手にするかっていうのを決めるだけでも、全然いる世界と場所が変わるので、これをね、しっかり探すっていうのが、実は、あの、企業初期も大事だし、リブランディング。 する時にも、すごく大事なことなんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい。ですから、あのー、そこをきっちりやっていくっていうためにも、まあ、自分、うん、点検っていうのが結構必要だなというふうに思いましたので、今日はそんなお話をしてみました。はい、以上になりますので、総点検してみてください。それでは。